はい、どうもこんにちは。今回はサムネとかタイトルにもある通りイリデッセントっていうガラスを作ってみようということになります。あのイリデッセントっていうガラスって表面がこうキラキラしてるっていうかキラキラ光ってる虹色に光ってるようなガラスなんですね。よいしょ、ちょっとわかるかな、こういうやつです。よいしょ、こんなやつです。ちゃんと説明すると長くなるんで簡単に説明すると、ステンドグラスをやってられる方はイリデッセントっていうガラスを見たことあるとか使ったことがある人も多いと思うんですよ。ちょっとね、自分でそれらしいっぽいの作れたらいいんじゃないかなと、まあそんな思いから今回テストしてみたいと思います。よろしくお願いします。今回はこういうものをちょっと買いました。これちょっと適当にね、Amazon とかで見つけて買ってみたんです。これの中身がこれです。でこれね、ネイルの道具でオーロラパウダーとかミラーパウダーっていう言い方をするらしいです。で今回は、まあ、粉なんで、なんかねこういうなんかわかんないですけど、こういうのでこうポン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 するらしいです。なんかわかるかな、わかる、なんかまあこんな感じ。あとねこれトップコートっていうやつで、これもなんか使います。トップコートっていうのは100均で売ってるらしいです。はい、というわけで今回はこの3種類をテストしてみたいと思います。黒白透明ね。いやほんとどうなるんだろう、ちょっとわかんないけど。それでですね、早速このパウダーを塗りつけるんですけど、下地剤でこれを塗ってからじゃないとダメらしいです。ただこれ使わなかったらどうなるのかっていうのをちょっと試したいと思います。あ、なんかすげえ、なんかおお、キラキラしてる、キラキラしてる。あ、ダメだ、すぐ取れちゃった。あ、ダメだわ、なんか取れちゃったわ。あー、なるほど、これ直接はダメなのか、やっぱりこれ塗らないといけないんだな。うん、まあでもね、僕ネイリストとかではないんで、どんだけの量塗ればいいとかは全然分かってません。かなり適当です。よし、これでいいんだろうか本当に。あ、でこれで一度なんだったっけ、固めるんですね、固めないといけないんですね。今回ですね、ついに満を持してですね、これ買ったんですよ。あの、Amazon で。3000円だったかな ?4000円だったかな ?3000円くらいかな。よし。これを買ったんですよ。早速、これ初おろしです。なので、ちょっと、早速使ってみようと思います。え?これでいいの?あ、これでいいの?60秒ぐらいしとかなきゃいけないとかなんだとかって言ってたような気はするんですけど、よし、終わった。あ、あ、なんか、いや、いけてる。あ、なんか、あ、多分こんなもんじゃないかな。これ固まってるとか固まってないとかわかんないですよね、多分っていうか、これ塗ってる場所わかります、なんか、まあ、なんとなくわかるかな。まあいいか。よし、では今度こそこれをちょっと塗ってみましょう。どうなんの?なんかこうやってこうなんか塗るんですって、塗り込むっていうかちょっと押さえつけながら塗るんですって。よっ、お、すげえな。わかりますか?こんな感じ、白。わかる?わかんないか。わかんないよね。なんかこんな感じ。これ、
これね、なんかムラムラなのはね、多分ね、これをちゃんと均一に塗ってなかったからなんで、まあテストなんでいいです。これは分かりやすいかな。はぁ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 、なるほど。でもなんかきついな。あ、そうだ、あのね、さっきみたいにこの G にガラス直接パウダーをこうバーって塗ってもバーって取れちゃったんですけど、トップコートっていうのは下地に塗ると取れにくくはなってるけど、なんか取れる、ちょっと。だからやっぱりパウダー塗って、でさらにこれで上からコーティングした方が良さそう。ちょっともう一回やってみよう。よし、今度は結構しっかり塗ったと思う。よし、もう一度だ。オン。よし、オッケー。はい。おお。あ、こんなもんね。よしよしオッケー。よし。次はですね、ちょっとね。うん、ちょっとね、こうポンポンポンと塗ってみました。まあこんな感じ。これでもう一回コーティングをした方がいいんですよね。うん、そう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 。よし、とりあえずコーティング塗ったんでまた固めます。なんかやっぱり一番最初にやったやつがちょっと汚いな。ちょっともう一回やろう。というわけで一応完成しました。うん、どうかな。まず白からいこうか。あ、いや黒の方が分かりやすいか。黒、土台を黒でやってみたら、このね、こっち一番こっちの端っこは最初の下地がすごい荒かって結構失敗した感じね。で一番こっち側がしっかりこのパウダーをしっかりこう塗りつけたやつで、真ん中がパウダーをポン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 と軽くつけた感じ。さあいかがでしょうか。これはなしね、これは失敗。これね、ちょっとカメラ通して映してるのと肉眼とではまた全然違うんで何とも説明しづらいんですけど、まあ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 綺麗に光ってくれてる気がする。結構がっつり光らしたい場合はしっかり塗った方がいいけど、薄くつけるとなんか上品に光ってくれてる気がするな。これとりあえず黒ね。で次ベースが白。白も一緒、こっち失敗、こっちがっつり、こっち薄く。白はね、多分カメラだと本当わからない、わかりにくいと思う。肉眼だと結構光ってくれてるんですけど、こんな感じ？どんな感じ？どこでちゃんと光ってんだろうな。やっぱりカメラ通してだとちょっとわからないかな。これ、まあ、こんな感じかな。で次はクリア。まあ相変わらずこっち失敗。でがっつり塗った、薄く塗った。クリアはね綺麗。クリアはねぶっちゃけね、がっつりよりも薄く塗った方がほんと上品に光ってると思う。どうなんだ。こんな感じでちょっと色が変わったりするのかな。これだと色がこういろいろ変わってるのがわかるかな。でクリアはね、この塗った方から見るより裏から見てる方が結構綺麗ですよ。これほんとね、肉眼で見てるのと多分全然違うと思うんで難しいんですけどね。まあこんな感じです。はい、というわけで、まあ、今回こんな感じね、こんな感じでちょっとガラスをイリデッセントみたいにしてみようというちょっとまた検証だったんですけど、さっきも説明した通り今回使ったのがこういうそのトップコートっていう下地に塗ったりだとか、最後こうコーティングするために塗ったりだとかっていうものと、であと僕は今回こういうもの使
使いましたけど、先にも説明したオーロラパウダーだとかミラーパウダーって呼ばれるものです。でね、僕使ったのはこういうなんかペンみたいな形ですけど、こんな感じだったりっていうので売ってるみたいです。今回ですね、この本物のイリデッセントっていうガラスみたいに、いや光るのかな、どうなんだろうと思って試してみましたけど、こんな本物ほどクオリティは高くないと思います。でも実際イリデッセントのガラスって本当に今なかなか手に入らないので、だから僕自身こうちょっと使えるテクニックっていうか技がまた一つ増えたかなと思います。というわけで今回やった、こういうのをちょっとやってみたいなとか試してみたいなと思う人は全然やってみてください。道具ね、近所の100均とかで売ってるんだっていう人はそれで安く抑えれるし、これだけはお店でどんなお店売ってるのかすいません、わかんないですよ。ネットアマゾンとかで探しても 2,3,000円で安いのだったら買えると思います。なんでそれぐらいでこうちょっと遊ぶことができるので、いろいろと遊んでみてもいいんじゃないかなと思います。それフラックスとかハンダゴテの熱とかでなんか変になっちゃうのかどうかだけをテストしてみたいと思います。なんか全然平気っぽい、フラックスとかハンダゴテの熱にも大丈夫っぽい。速報です。これ白だけね、白多分特に目立ってるんだと思いますけど、なんかねすっごい黄ばんでます。さっきまでもっとこう白っぽかったのに、なんかすっごい黄ばんだ色になってきてる。これ多分ねブラック塗ってからこんなになってるような気がします。なのでやっぱりね、このキラキラにしたガラスをテープ巻いてハンダ付けしてブラックをするよりも、作品として完成させてからこう虹色にキラキラにした方が多分いい、いや多分じゃないな、これいいと思います。はい、というわけでちょっと追加情報でした。以上です。ただ今回ですね、ちょっと試したこのネイルの道具でこうイリデッセントみたいなキラキラさせるっていうのは、好きなガラスを好きな箇所こうキラキラにできるので、いろいろ今まで虹色というかイリデッセントがありえないガラスにもこういうことができるんで、ちょっとあとは考え方だったりアイデアだったり、いろいろ面白いのかなと思います。ではまた。